どうも、どっかの誰かさんこと、ぼうじんでございます。さあ、今日やっていくのは、こいつだ。セキネスのロンドということで、ラングロトライトの狩猟だぜ。ゴー極水と灼熱が彩る、総区の岩窟。八熱の観音。スイカの真空。亡者が手招く地獄門。無法の瞬間。機械転げて逆落とし。聖音転覆。天狗の銃弾お出まし滅ぼしがじゅ赤き銃弾石膏銃ラングロトラ。あれって石膏って読むのかな、石膏って読むのかな、どっちなんだろう。さあ、ということで、まずは新なんだろうステージ溶岩洞。さっき溶岩洞って言えてなかったわ。で、ラングロトラとの一戦でございます。こいつもやはりポータブルサードから、あとポータブルサードにゆかりのあるモンスターだね。トライにもいたっけ。多分いたんだろうな。やってない、トライはやってないからわかんないんだけど。さあ、この上にいるのかな。いるっぽいね。いたー。サッカーしようぜ。お前ボールな。ふいよっ。お、すげえ、ジャンプしてたらこれも避けれんのか。新たな発見。なんか上に舞ってる。なんだあれは。あれ、お前そんなの引き連れてたっけ。なんだそれ。はい、まず転がってきて、まあここら辺は一緒だよね。さて、あれかな、上で蝶々待ってるのが、なんか固くしてるとか、バフかけてるとか、なんかそういうのあったりする。おらい、おっしゃ、いきなり。アウチ。え、お前、握手？あれ、お前、そんな技使ったっけ？これ、進化してるな、お前な。お前、ババコンガみたいな技を使えるようになりやがって。ガブラス邪魔やー。お前、ババコンガ枠になったのか。確か、ポータブルサードの時はそんな技使えなかったはずなんやがな。あー、ここら辺はおなじみ。ありがとうよ。さあ、そろそろ恐竜が入ったりしない。あの、待ってるやつがなんかバフかけてるっぽいんだよな。あれこ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 れ、さっきね、ぐるぐる回ってたもん。あ、どっか行った。さあ、第2ラウンドといこうか。よっ。いやー、この意味は甘だったかな。こいつ確か水属性が弱点だったと思ったから、これを持ってきたんだけど、おうち！回復方法は特になしだ。撃つし教官！そんなこと言ってる場合ではない！なんか生きてる！お前濃魂！お前さては濃魂だな？さて、舌を使って攻撃してきそうな気もしたが、そんなことはなかったぜ。あ、そう、してきたね。あー、チョコロマカとやりづらいですな。危ない。アウチ。
今のは足らないと思ってしまった。あー、またなんか上に乗ってる。お前は何なんだ。あー、うち、またー。でも疲れてる、ありがとう。ほれい、ゆっくり避けて、よしよし、狙いやすくなったぞ。お、なんか知らんが、多分あれか、太郎がやってくれたか。ならば、これ入るんじゃないかな。 OK、 いい感じに入った。しかし総流が、あ、やっと入ったぜ。じゃあ、そして生き瓶にして、おれい、はいはい。いや、やりやすいとこで助かるわ。オッケー、どうだこの野郎。ギュッと引っ張ってドカン、いいね、いいぞ。太郎がいい技打ってくれてる。からの脳天ぶっ刺し、オッケー、弱ってるぞ。空中で退避、まだ疲労状態だね。移動するか、それとも、ああ、単にあれか、エリアに戻っただけか。大丈夫か太郎。さあ、リノプロスたちも応援してくれている。危ねえ、今撃ててたら終わってた。よし、ああ、2回目はダメ。あ、ちょっと動きが戻ってきたな。なんだニャイビー、何やってんだそこで。まさか採取をしてたのかも。すまん、リノプロス。申し訳ない。あ、終わったー。いやー、久々にやるとなかなかすばしっこくてやりづらい相手ですな、ラングロトラ。はい、ということで石工獣ことラングロトラ狩猟いたしました。次回はこちら、フキスサブ銀世界ということで、氷河竜だったかな、ベリオロスとの一戦になります。あ、懐かしいですね。では次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。決められない時はお散歩やお昼寝でもして一息つくのもおすすめですよ。急がば回れです。